皆さんこんにちは、あかねです。今回は京王プラザホテル札幌のシマエナガルームに泊まった時の動画をシェアします。チェックインの会話やお土産なども紹介するので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。まずはチェックインの時間よりも早くホテルに着いた時の会話を聞いてください。いらっしゃいませ。本日ご宿泊でございますか？はい、ただいまのお時間、お荷物を預かりしてお手続きをいただいております。はい、お鞄をお持ちいたします。すいません、ありがとうございます。お手続きの前に検温と消毒のご協力をお願いしております。はい、こちらでご予約のお名前お願いいたします。はい、ご予定が本日ご一泊ご朝食付きのプランで受けたまっております。それりますが、こちらのご登録内容のご確認をお願いいたします。はい、ご住所とお電話番号、こちらでは間違いないでしょうか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、まあですね、こちらの欄にご署名いただきまして確定ボタンをお願いいたします。はい、もう一点ご記入をお願いしております。はい、体調に関しますアンケートでございまして、上の2点該当の方に丸をつけていただいて、ご署名を下の欄にお願いいたします。はい、今回ご朝食付きのプランで受けたまっておりまして、明日の朝1階のグラスシーズンズと申します和洋のブッフェレストランでご用意しております。ご利用の際はルームキーが食券代わりでございますので、レストランでご提示をお願いいたします。はい、ご滞在中に Wi-Fi ご利用かと思いますが、はい、ID パスワードはお部屋のテレビ画面に出てまいりますので、一度ご設定をお願いいたします。はい、ではただいまの時間、お荷物をお預かりさせていただきまして、はい、お戻りは大体何時ごろご予定しておりますか？3時ぐらいで。かしこまりました。はい、こちらでお手続き以上でございます。はい、ありがとうございます。ではお荷物お預かりいたします。お戻りの際、こちらの番号札をフロントにご提示くださいませ。はい、ではお気をつけていってらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。はい、今日はなんと京王プラザホテル札幌のスタッフの方が少し案内をしてくださるということなので、ちょっとお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回はこちらのホテルのシマエナガルームという部屋に私は泊まります。で、部屋だけじゃなくて、いろいろなところにシマエナガがいると聞いたんですが、他にはどんなところにいるんでしょうか？はい、まず皆様ロビーに入られまして、正面にロビー倉庫があるんですが、よく見ていただくと、こちらの中にもシマエナガのオブジェが皆様お出迎えいたします。シマエナガルームっていうのはいつから始まったんでしょうか？2021年の1月から始めております。じゃあ去年からですね。はい、そうですね。これはいつまでというのはないですか？そうですね、今のところ今年度もまた販売しますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございます。すごく人気だと伺ったんですけれども、はい、どうしてこのシマエナガルームを企画されたんでしょうか？はい、コロナ禍でちょっと皆様の疲れた心などを癒したいという気持ちがありまして、柳沢豪さんという写真家の方とコラボして、コンセプトルームを作ることになりました。すごく予約が取りにくいというふうにも聞いたんですけれども、その時間結構満室になりますか？そうですね、幅広い年齢の方々からご好評いただいておりまして、予約たくさんいただいております。わかりました、ありがとうございます。はい、今回はなんと貴重な機会をいただきました。こちらのホテルのすべてのオブジェを作られている方にインタビューします。そして工房も少し、拝見していきたいと思います。失礼します。あ、どうも、はじめまして。はじめまして、よろしく村上と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちらですべて作られているとのことなんですけれども。そうですね、はい、一応今制作中が北海道の小動物をモチーフに、客室のコンセプトルーム用のこういったものから、あとはレストラン向けの小動物モチーフのこういった小さいものですと、こういう
リースこういうのを活用することでより一層地域性といいますか北海道的なものを表現していくにはこういう樹木資源と動物を組み合わせると、はい、やっぱり独特の世界観が表現できますよね。ここからは村上さんにシマエナガのオブジェの作り方を紹介していただきます。まずは発泡スチロールをくり抜きます。こういう、まあ、シマエナガのシルエット卵型こういうのを用意してグルーガンを利用してくっつけていきます。こういうふうにまた角を落としてくる。シマエナガの足は4本のカラーワイヤーをこのようにねじりながら作ります。こういうエアブラシを使ってます。ラメパウダーこれを混ぜてます、はい、ラメを塗ってこの黄色いアイシャドウを塗って完成ですね。まあラメはこういうふうにやってます。素敵な機会をいただき本当にありがとうございました。預けていた荷物を受け取って部屋に入ります。すいません、荷物お願いします。はい、ご用意いたしますのでどうぞおかけになられてお待ちください。はい、こちらが今回泊まる部屋です。はい、こちらがシマエナガルームです。シマエナガのぬいぐるみやさっきね工房を見せていただきましたが、そちらで作っているシマエナガのオブジェなどがたくさんあります。かわいいもうずっとこの部屋に泊まりたくて泊まりたくて泊まりたくて予約できたのはラッキーでした。写真もたくさんありますね。わー幸せ。あ、見てください。ここにもいます。紅茶もありますね。このカップを使って飲んでくださいっていうことですね。見て、飲むって書いてある。かわいすぎる。ああ、ふわふわです。柔らかい。嬉しい。はい、あとですねケーキもあるんですよ。この部屋に泊まるともらえるケーキがあるのでちょっと見てみましょう。こちらがシマエナガのロールケーキです。美味しそう。でちゃんとねこの部屋には、お皿もあります。ロールケーキを食べることができるようにフォークとナイフお皿も用意されています。はい、ホテルの1階にはこちらのシマエナガの形をしたケーキもあります。いただきます。かわいいけど食べます。おいしい。この羽と尻尾の部分はチョコレートですね。今からホテルの1階でお土産を買いたいと思います。こちらには北海道の有名なお菓子だけじゃなくてシマエナガの文房具や雑貨もあります。皆さんは白い恋人という北海道の有名なお菓子を知っていますか？
ここには白い恋人のメモ帳やマグネット、T シャツなどもありました。こちらのカリカリまだある？はスープカレー味の揚げせんべいです。私はこれが好きなので、北海道に行ったら必ず買います。いろいろな飲み物もあります。夕張メロン味のお酒や北海道限定のコカ・コーラもあります。北海道はスープカレーもとても有名です。ぐでたまなどのキャラクターの限定商品もあります。シマエナガの文房具も買ってきました。クリアファイルとか、ボールペン、あと学習帳です。ノートの中は普通の横線ですね。あとこれ見てください。やることリスト。です。今日やることを書いていくんですけど、ここに日にちを書きますよね。何月何日って。で、やることを書いて、終わったらチェックをするんですけど、この形が北海道の形になっていて、面白いなと思ったので、買ってみました。これは仕事の時使います。あとは、これ皆さん何だと思いますか？これはですね、メガネ拭きです。メガネ拭き。はい。メガネが汚れてしまった時に、これを使って拭きます。はい。シマエナガグッズをたくさん買えて、満足です。はい。今から朝食をいただきます。ビュッフェなので、好きな食べ物を好きなだけ食べることができます。お願いします。頑張りました。お動画が撮れますか？あ、撮れます。大丈夫です。頑張っていただいて。 ありがとうございます。すいません。一日どのぐらいお作りになるんですか？ここ最近でしたらもう毎日100ぐらいは作っていますね。100、はい、すごいですね。ありがたいことにお客様がいらっしゃってくださるので。はい。ケーキの種類が多くて嬉しいです。これはクロッフルという名前で出来たてを用意してくれます。ありがとうございます。食べ物を取るときはビニール手袋をして、食べるときは外します。はい、今回は京王プラザホテル札幌を紹介しました。1階には両替機もあるので、とても便利だと思います。ずっと泊まってみたかったし、皆さんにも紹介したかったので、ホテルのスタッフの方がたくさん協力してくださって、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。また頑張って働いて泊まりたいと思います。皆さん、いつも見てくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。